こんばんは。これは私たち地球がある銀河、天の川銀河です。天の川銀河には太陽のように自らが核融合反応によって光り輝く恒星が2000億個から4000億個あると言われています。しかし銀河にはそんな恒星ばかりではありません。分類ごとに分け、それぞれ消していってみましょう。まず銀河を省くと天の川銀河にある天体だけになります。その中から星団と呼ばれる星の塊を省くと天の川銀河はこんな感じになります。その中からさらに普段私たちが星と呼んでいる恒星を省いてみましょう。なんともカラフルな色のものが残りましたね。これは星ではなく、かつて星だったものがその役目を終え、あるものは巨大な爆発で塵となり、あるものは膨大なガスを放出しきって消えていった残りカス、星雲と呼ばれる星の残骸です。宇宙では死という言葉はありません。なぜならその物質を構成する原子や分子は永遠と残り、星雲のガスや塵は再び集まり、そこから新たな星が誕生するからです。今回のテーマはそんな星雲の中でも惑星状星雲と呼ばれるものの一つ、 NGC ニュージェネラルカタログ6543のキャッツアイ星雲をご紹介しましょう。キャッツアイ星雲は観測されている全天体の中でも非常に複雑な構造をした星雲の一つです。最大の特徴として、螺旋状に入り組んだ構造の内部と、それを包む多重のリング形状の外部、そして薄い膜で覆われたハローの3つの構造に分かれています。しかもその中心には中心星となる強力な X 線を放つ光源があります。その複雑怪奇な謎の構造から、これまでに分光器による紫外線及び可視光線の波長域、赤外線や X 線の波長による観測など、これまでの天体の中でも稀とも言われる集中的な研究がされてきました。それにもかかわらず、いまだに多くの謎を残す星雲なんです。 What a beautiful color! うん、すごく綺麗。色がついているのは画像を合成して元素ごとにイオン化された光をフィルターで分離して着色したから。それぞれの元素は水素が赤、窒素が緑、酸素が青になります。綺麗な色もそうだけど、とても不思議な形をしているよね。遠くから眺めるとまるで猫の目みたいだ。そうそう、その名の通り猫の目のように青く光って見えることからキャッツアイ星雲と名付けられました。キャッツアイ星雲がある方角は北斗七星のある北の空、大熊座と小熊座に挟まれた龍座の方角にあります。場所はだいたい龍座の胴体のあたり。肉眼じゃ全然見えない星なんだね。見かけの等級は 8.1 等から9等級の明るさ、望遠鏡でないと見えないね。キャッツアイ星雲までは光の速さで約3200から3600光年の距離にあります。なんで距離が定まっていないかというと、惑星状星雲は常に膨張しているから、距離がつかみづらい性質があるからなんです。はい、着きました。これが NGC6543 キャッツアイ星雲になります。ワンダフォー。立体で見ると複雑な形をしているのがよくわかる。星雲の直径はもやっとした全体まで含めると約 4.5 光年ほど、中心の特に明るい部分の直径は約1光年。温度がかなり高く、スペクトル型は大型星、高度は太陽のざっと10000倍。わお、驚異的な明るさだね。このキャッツアイ星雲を最初に発見したのは1786年、ドイツ出身のイギリスの天文学者ウィリアム・ハーシェルさんでした。その後1864年にイギリスのアマチュア天文家のウィリアム・ハギンズさんによって初めて惑星状星雲のプリズム分光法によるスペクトル調査が行われました。その結果、うっすらとした星雲は極めて希薄なガスで構成されているとの見解を導き出したのです。そして
1994年にハッブル宇宙望遠鏡によってキャッツアイ星雲の複雑な構造が明らかになりました。その複雑な構造は次の3つに分かれます。星雲の主要部分である内部の高温ガス雲、その外側に放出された物質が広がる外部のリング構造、それにさらにその外側に広がる恒星風と膨張のショックで形成されたハローと呼ばれるものが広がっています。そして2001年に NASA の X 線宇宙望遠鏡チャンドラの観測によって強い X 線を放って輝く中心星があることを発見したのです。惑星上星雲で X 線を放つ中心星が発見されたのはこのキャッツアイ星雲が初めてでした。この中心星そのものの表面温度はおよそ6万度。しかしその中心星を取り巻く高温ガス雲をチャンドラ観測衛星が X 線で測定したところ、その温度はなんとなんと200万から300万度にも達したのです。これは高速の恒星風が生んだ衝撃波からの放射ではないかと考えられています。この中心星はかつて星雲になる前は太陽質量の約5倍ほどあった赤色巨星でした。そして国際紫外域観測衛星 IUE の分光観測から中心星はその後も質量を1秒あたり20兆トンという割合で失っていることが分かっています。その計算によると恒星としての生涯の最終段階にあり、あと200万から300万年のうちに完全に白色矮星となるのではないかと推測されています。まだ白色矮星になりきっていないんじゃ。このキャッツアイ星雲ができたのも最近なのかな。星雲の半径から予測すると形成されてから上限として1000年ほど経ってるらしいの。そうなると星雲までの距離が約3000光年なので、今からざっと4000年前にできたって感じね。紀元前2000年くらいだね。古代エジプトが繁栄していた時くらいだな。次に一番複雑な形をしている内部なんだけど、この中心星を取り巻いている高温のガス雲は2つの要素が考えられます。1つは中心星から噴出されてきた星雲を形作る物質と、もう1つは毎時約640万キロメートルとされる高速の恒星風との相互作用によってできたものだとされています。でも中心星1個からこんなに複雑な形になるものなのかな。いいところに気がついたね。実はキャッツアイの中心星はリング状の放射形状から連星なんじゃないかって推測されています。次に外装なんだけど、 NASA のハッブル宇宙望遠鏡が素敵な画像を撮影してくれました。キャッツアイの周りにある11個以上の同心円状のリングの撮影に成功したんです。これは玉ねぎを半分に切ったように見えることから玉ねぎ構造と呼ばれています。本当にスパッと切ったんじゃなくて球状に立体に広がっているんでしょ。そうそう、空間では層に見えている濃いところは球体のエッジになります。これは中心星が1500年という一定の間隔でパルスを放出していったため泡のエッジが層に見えている現象です。シェルのブルズアイパターンと呼ばれています。ブルズアイって射撃やダーツとかの標的の的のことだよね。そうそう、これらは惑星上星雲ができる前に放射されたもので、均一な間隔にリングになって見えることからほとんど同じような時間と速度で放射されたことがうかがえます。でもこれが多くの天文学者を悩ませたっていうわ。 Why?星が寿命を終えるとき放射される質量放出現象が1500年という長い期間を繰り返して起きている原因がなぜなのか、未だに解明できていないからなんです。それが分かったらノーベル賞ものだね。最後にさらに外部に広がる淡い膜のようなものがハローです。これも複雑な内部構造ができる前に放出されました。ハローの密度はかなり低く、もやのような膜で覆われています。でも温度は幾分か高い約14700度もあります。この温度が高いのは
膨張速度と中心性からの構成風の急激ともいえる衝撃が原因とも考えられています。このキャッツアイ星雲はまだまだ解明できない謎を残すことから、ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡による観測結果があるかもしれません。いずれにしても今後の研究成果が楽しみな星雲だね。それでは今回はこの辺で。 Let's meet again next time. バイバイ。